お風呂でできる占いって知りませんか？あったら教えてほしいなーなんて。わあ、その髪型も似合ってる。マリーちゃんって本当に器用だね。よかったら今度私の髪も結んでほしいな。チョウンさん、その格好も似合ってます。バスタオルにも竜の模様が入ってるなんてすっごく素敵ですね。あらわ、リョフさんすごい迫力ですね。太ももなんて丸太みたい。何を食べたらそんな風になるんですか？元気さん、女の子同士おしゃべりしながら入りましょう。元気さんの初恋の話とか聞いてみたいな。修造さん、いつも走り回って疲れてませんか？私が足のマッサージを教えちゃいます。お風呂でやるとすごく疲れが取れるんですよ。このブローチ、かわいいですね。バカンスで会ったイルカさんを思い出すな。あ、プラフタちゃん、その髪型もすごく素敵ですね。まるでお人形さんみたいにかわいいです。オオカさんが来てくれて嬉しいな。あの、ちょっとだけ甘えてもいいですか？お姉ちゃんがいる気分味わってみたくて。わあ、ホローさんの肩の子かわいいですね。私もモーモーちゃんを連れてくればよかったな。そうすれば寝る時も寂しくないのに。いつぐさん、そのタオルだと手が使いにくそうですね。私がお手伝いしましょうか？わあ、アーナさん、いつもと雰囲気が違いますね。その髪型だととってもお姉さんっぽいです。あれ、クリスさん、仮面がないと随分雰囲気が変わりますね。妖魔じゃなくて普通の女の子みたい。あ、雪村さん、いつもの鉢巻きがないとなんだか新鮮ですね。戦いで疲れた体ゆっくり休めてください。三成さんですよね。お風呂だと髪がずいぶんすっきりしてますね。あれ、でもなんか色も長さも違うような。あ、ナオトロさん、せっかくの機会ですし思う存分おじいちゃんおばあちゃんのお話をしませんか？どこかでお会いしましたっけ？あ、もしかしてハヤブサさん？覆面がないとまるで別人みたいです。あやねさん、早くこっちへどうぞ。エステはさすがに無理ですけど、代わりにトノカ流マッサージでもどうですか？軍服じゃない有馬さんって新鮮ですね。表情は一緒なのに、なんだかいつもよりリラックスして見えます。ダリウスさんってすごいですね。バスタオル姿でも上品で隙がないです。
実は鬼じゃなくて王子様だったりしませんか？わあ、メグリナさん、魔人の娘さんもお風呂は好きなんですね。なんだか親しみ感じちゃいます。お風呂って気持ちいいですよね。イレミアさんもポカポカしてきました。ほっぺが少し赤くなってますよ。あ、猫さん。かわいいな。おいで。って、のぼにゃこさん。あ、ごめんなさい、鎧がないから気づきませんでした。あ、ウィリアムさん、そのふんどしとってもいいですね。お風呂への情熱が伝わってくる気がします。あ、リオさん、いつものディーラー姿も素敵だけど、お風呂ではますますセクシーでキュートですね。